当てた、三遊間レフト前ヒット、プロ初打席で初ヒット、結果が出ました。熊谷、いや、これからのタイガースを担うそのうちの一員の熊谷のまず今日はスタートの日になりました。そしてその記念のボールが今ベンチの中に戻ってきました。難しいボールだったから良かったかもしれません。あ、なるほど、ただしっかりと食らいついていきましたよね。はい、はい、だからスイングがコンパクトになりましたよね、難しいから、はい、でもどうでしょう、よくついていきましたね。選手のタイプとしてはやっぱりそういう粘っこさっていうのはこの熊谷には必要になってくるんでしょうかね。まあしかし、まあ、プロで長く生きていく技術ですね。技術ですね。そしてヒットも嬉しかったでしょうね。熊谷、はい、プロ初打席で初ヒット、そしてそれに今度ベテランも続きますよ。ノーアウト、このタイガースの、まあね、育て上げた若い選手の動きなども中心に掛布さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。オーナー付きシニアエグゼクティブアドバイザー掛布正幸さんの解説でお送りいたしました。それでは